はいどうもこんにちは、ガワです。今日はこのアブローラ、通称コロコロですね。みんなコロコロって言いますよね。それのやり方だったり簡単な注意点っていうのを話したいなと思います。で、今日なんでこの話するかって言ったら、僕ね、昔っていうか以前はよくトレーニングしてたんですけど、最近はちょっとできてなくて、で、まあまたちょっと始めようかなと思って、この話しようかなと思いました。だからやっぱりトレーニングしてる時の方が体もね、力がこのみなぎってくるような感じで、まあいつも軽い筋肉痛の方が体が張ってて調子いいんですね。あと気持ちもメンタル面とかも結構何でもポジティブに考えれるようになったりするいい面があると思うんで、トレーニングしてたんですね。まああと体が鍛えてる方がやっぱ女の子にもモテるだろうし、よく夏前に体鍛えましょうみたいな、よく毎年やってるじゃないですか。だ、それをね、その時期に、あ、じゃあ始めようっていう風に思うだったら、今からやっとけば来年の夏にはもうバッチリです。なんで、まあそういったものも全部踏まえて今日はこのアブローラーの、まあ簡単なやり方のポイントと、あと注意点。このね、注意点が大事で、やり方一つ間違えてしまうと、怪我しちゃうんですね、これ。怪我してしまうと、せっかく体鍛えようと、ね、気持ちが盛り上がってるのに、怪我してトレーニングできないって言ったら、まあ元も子もなくなっちゃうんで、だその辺踏まえて今日は、やり方と注意点を話しながら、まあ実際にやってみて、見せていきたいと思います。はい、じゃあ、このアブローラーのまずポイント、今日は2点覚えてもらいたいことがあって、1つは常に腹筋を意識する、で、もう1つは呼吸ですね。この2点のポイント、初心者の人にはすごい大事だと思うんで、で、あと注意点として、腰を反らさない、腕で戻さない、足で戻さない。はい。これだけ覚えてもらえれば大丈夫だと思います。はい。じゃあ実際にちょっとやってみましょう。まず、まあみんなもこれは大体イメージはもう分かってると思うんですけど、この膝をついてやる、まあこの初心者の人はもう膝をついてやるから始まるんですけど、もうどんどん慣れていけばもう立って、この立ってできるっていう、まあこういうこともできるようになってくるんですね。まあ最初はだから膝をついて初心者の人は始めましょう。はい。で、まずフォーム的には、はい、ポイントとして腹筋を常に意識する。それを踏まえて、まずスタート地点。スタート地点はもうすでに腹筋に力が入ってる状態のところですね。息を吸って腹筋にまあちょっと力を入れる。で、お尻に力を入れる。で、その力が入ってる状態のところからスタートになります。このスタート位置が、こういうちょっと後ろ、足で支えてしまうところからだと、もう腹筋から力が逃げちゃってるんで、これはちょっともったいないですね。なんで、アブローラをしてるときは常に腹筋が、腹筋に力が入ってる状態ってことになりますね。はい。では、この腹筋に、腹筋に力が入ってる、ここですね。から、コロ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 、はい、戻してきた時も戻しきらない、ここまで戻しきらないで常に腹筋力が入ってるところでまた止まる、で、コロコロコロ、はい、で、コロコロしたこの先、これどこまで行けばいいんですかってよくあるんですけど、これは腹筋で戻せる、腹筋で戻してくるんで、腹筋で戻せるとこまで行ってください。なんで最初の初心者の人はもう行き過ぎたらこうガチャンってなっちゃうんで、おっ、ガチャンってなっちゃうんで、まあお腹で戻せるぐらいの位置がいいですね。はい、はい、で、常に腹筋を意識するっていうところはまずスタート地点、スタート地点とこの伸ばした先
伸ばした先まで。で、この間、この間の腹筋を収縮する意識ですね。ここ、ここをきっちり意識してください。で、2点目の呼吸。呼吸は、基本、体を伸ばすときに息を吸う。で、戻してきたときに息を吐く。その呼吸ですね。はい。じゃあやってみましょう。はい、これで息を吸って、戻してきた時に息を吐く。で吐いて、まあ最後にこの吐き切る。でこの吐き切るのが結構ポイントですね。吐き切るとお腹にガーって力が入るんで、腹筋を伸ばして吐き切る。で息を吐き切る時のポイントとして、こう戻ってくるときにちょっとおへそを見るような意識で戻ってくると、お腹の息も吐きやすいし、お腹に力も入りやすいと思います。はい、このコロコロした先、コロコロしてどうしてもこの戻すのが、戻してくるのが大変な人、この戻してくるのが大変な人は、こういった壁を使うとやりやすいです。最初はこの自分の限界のところ、ここで壁で、ここで戻す。これ壁使うとやりやすいんで、参考にしてもらえたらなと思います。で、注意点として体を伸ばして、で、ここで腕で戻そうとする。これは、腕の怪我にもつながりますし、まあ肩の怪我にも。で、最初、腹筋を鍛えてるつもりが、肩がすごい筋肉になったり、筋肉痛になったり、腕が筋肉痛になったりするんですけど、これはやっぱそういう人が多いですね。足で戻してしまう。これね。足で戻してしまうと腹筋の力も逃げちゃうんで。で、この一番大事な一番注意してもらいたい点は、腰を反らしちゃうことなんですね。腰を反らしてしまうと、やっぱこの腰の怪我っていうのがこれで一番多くて、腰怪我しちゃうと本当日常生活にも支障が出てくるんで、腰は絶対にこう反らす。これは良くないですね。常にこのフラットか少し丸めるぐらいの意識がいいですね。腰を反らさない。こう、コロコロコロ。で、ここでこう腰を反っちゃうとか。で、腰を。こういうふうにね。これはもう絶対腰痛くなっちゃうんで、気をつけてください。いや、ちょっとやっただけでめっちゃ熱いですね。で、今日の、ポイントをまとめると2点あります。1つ目は、常に腹筋を意識する。この腹筋を意識するっていうのは、まずね、そもそもこのアブローラーっていうのは、腹筋を鍛えるための道具なんですね。なんですけど、僕もそうだったんですけど、最初、これってすごい大変だから、このアブローラーをやることだけに集中してしまって、そもそも鍛えたい腹筋を何も意識して、意識できてなかったっていうことがあったんですね。ただ、この意識してる、意識してないだけで、腹筋の効き方っていうのがほんと変わってくるんで、最初、うまくこのアブローラーができない状態からでも、常に意識をするっていう意識がすごい大事なんですね。それを意識するだけで、効き方がね、何倍にも変わってくるんで、だから腹筋の鍛えられるスピードとかも変わってきます。で、もう一つは呼吸を意識する。で、注意点として腕だけで戻さない。足を使って戻さない。あと一番大事なのが腰。腰を反らない。これを意識してね、やってもらえたらと思います。で、共通して、すべてにおいて共通して、最初は
どれだけ意識しても、やっぱり、なんかわからないとか、気づかないっていうことがあるんですね。自分の体の細かいところまで、普段から意識しとかないと、なんかこう感覚って結構難しいところがあるんですね。それをやっていくにつれて筋力も上がっていって、どん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 自分の細かい筋肉に意識を向けれることができてくるんで、まあ最初はまず焦らず、ゆっくり始めるのがいいかなと思います。じゃあ怪我せず、楽しんで、来年の夏に向けて頑張っていきましょう。では、いってらっしゃい。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。